いや、このままやとちょっと日本文化滅ぶんちゃうとかみたいになって、ちょっと見直ししよう、保護しようぜっていう動きになったんですよ。それの、えー、代表格がこの岩崎矢之助と、えー、岩崎小谷田さん、まあ、三菱財閥とかが保護に当たったんですよ。 で、彼ら何にしたのかっていうと、あの、流出するような日本美術を買い集めましたよっていうのがまず一つね。だから古いもの、江戸時代とかもっと前の室町時代とかで価値あるものが、えー、安値で売られそうになってるのをあがががががって言ってちゃんと自分のところで収集しましたよっていうのがまず一つ。で、これはまあ言うたら過去のものじゃないですか。 じゃなくて、えー、明治時代、今を生きてる絵師たちも、えー、ちゃんと保護してやらなあかんなということで、えー、この子たちが描いた絵とかをちゃんと買い上げしてあげるよとか、まあ、外国でちょっと絵、えー、学びたいんです、みたいな感じで言ったら、おいてこいとこ,いとこい、旅費出したろ、みたいな感じで、ね、まあ、方法したりとかね、まあ、そういうふうな、何らかんな美術に関する、その明治時代の絵師たちの、えー、保護っていうのもしたのが、えー、このセガ堂文庫を、えー、立ち上げた二人だったんですね。